霊気子とは、半導体または、絶縁体中で電子と成功の体が、空論力によって、束縛状態となったもの、エキシトンとも呼ばれる。霊気子の生成は、多くの場合、光霊気などによる電子成功の耐生成によって起こり、このことがその名の起源ともなっている。光霊気による、霊気子は、以下のように生成される。光などの励気によって、絶縁体または、 半導体の値電子体の電子が、電動体に遷移して、値電子体に成功が、電動体に電子が形成される。成功は、正の電荷を持つため、負の電荷を持つ電子との間に、空路引力が生じる。この状態は、簡単には、水素原子における核と電子と同様の取り扱いが、できる。陽子と電子がペアを組んだ状態が、水素原子であるように、 電子と成功がペアを組んだ状態を一つの粒子として取り扱うことができ、この状態を霊気子という。霊気子は非金属結晶中における代表的な電子、霊気状態であり、光学特性に大きく寄与する。蒸気では、値電子体の成功と導電体の電子による霊気子を説明したが、霊気された成功と霊気された電子でも霊気子を作ることができる。 霊気子のエネルギーは、電子と成功の重心運動エネルギーと相対運動エネルギーの和である。相対運動の波動関数の広がりが、格子間隔に比べて、かなり大きい場合は、ワニエ霊気子、小さい場合は、フレンケル霊気子と呼ばれる。霊気子を生成するために必要なエネルギーは、電子、成功間の束縛エネルギーの分だけ、バンドギャップエネルギーよりも低い。 つまり、霊気子状態は、電子と成功が孤立している状態よりも安定である。従って、反射スペクトルにおいては、バンド感染による連続スペクトルよりも、低エネルギー側に鋭いピークとなって現れる。いかなるときも不変である硬い格子を伝播する。霊気子は自由霊気子と呼ばれる。自由霊気子は結晶中を自由に動くことができる。原子、分子が、 格子振動している、変形可能な格子を伝播する、霊気子は、格子振動との相互作用により、大きく、性質を変化させる。この霊気子格子相互作用により、結晶格子が大きく歪んだ状態では、霊気子は特定の場所に極在する。このような現象を霊気子の自己束縛と呼び、この霊気子を、自己束縛霊気子と呼ぶ。 AB 霊騎士と霊騎士の自己束縛。ありがとうございます。